今日は昨日買ってきたプルバックカーとミニカーの紹介をしますまず2つは開けてしまったんですけどパトカーとバスのプルバックカーですこれはブラックバージョンの救急車のプルバックカーですプルバックでビュンビュンビュン走ると書いてあります 全10種類ですこれはさっきと同じのパトカーの水色バージョンです。これはさっき今紹介した救急車です。これです。これもまた同じやつを買ったんですが、救急車のブラックバージョンです。これは幼稚園バスの 幼稚園バスのプルバックカーです。ゴミ収集車、ブラックバージョンのプルバックカーです。これが青色のパトカーのブラックバージョンのパトカーです。これはホワイトバージョンのゴミ収集車のプルバックカーです。これも ブラックバージョンのパトカーのチロあプルバックカーです。これはさっき最初に紹介したやつと同じカラーの水色のプルバックカーです。これは消防車の、えー、プルバックカーです。白バージョンのホワイトバージョンの救急車のプルバックカーです。これがまたホワイトの、えー バージョンの仕込み収集車のプルバックカーですこんな感じでなっていますあと残り一つのスバル三百六3 6 0のやつっぽい パトカーがあるんですがそれが揃えば全種揃いますこのプロバックカーは全部揃いますこれはキャリアカーの、えー、プロバックカーでこのパッケージの通りミニカーを入れて遊ぶことができますちなみにこのキャリアカーのミニカーは 上のパーツの裏の方にスイッチがついていてそこをスライドさせると上の2台が下がる仕組みになっていてそれであのミニカーを乗せて運んだり下にまたミニカーを1台積んで遊べることができますちなみにこれは、えっと、同じ色2台と、まあ、合わせて 1>, 1、2、3、4、5、6, 6台買ったんですけどなんでかというとここの、えー、赤色のキャリアカーとこっちの青色のキャリアカーと一緒に遊ぶために買いましたちなみに色はワインレッドのミニカー2台、えー、ブラックのミニカー1台赤 1>, 1台白1台黄色1台を買ってきました後でこっちの方とこっちの方と、えー、これで遊びたいと思いますどれもセリアで売っているので皆さん興味のある方は買ってみてはいかがでしょうか これで商品紹介を終わります。ありがとうございました。